ウラウラチャンネルへようこそ。どうも、グシでーす。はい、ということで今日は、先日ウラウラッツの監督大月さんの方の退任がリリースされました。来季の監督候補として、ボルティス徳島のリカルト・ロドリゲス監督の方が有力視されております。そこで今日は、今シーズンのボルティス徳島の試合を5試合見て、リカルト・ロドリゲス監督はどのようなサッカーをするのかを分析したいと思います。それでは、はじめ。スタメンの選手見ても誰一人どなたか存じ上げませぬ。基本的には 4-2-3-1、 ダゾンでは 4-2-3-1 が表示されてるんだね。結構システム、守備の時と攻めの時変えてんのかな。これ後ろが4バックだったり3バックだったりしてんだ。これね、このボランチの岩尾っていう選手、非常に素晴らしい。多分このチームの心臓ね。この人がこのチームの心臓ね。この話題っていう選手好きだわ。結構奪われてからの守備早っ。バシバシいくね。うん。あー徳島、あーあー徳島。はい、ということで長かったです。5試合見終わりました。疲れた。それでは徳島のサッカーのポイントポイントを紹介していきたいと思います。まずは攻めです。ポイント1。まず攻めの時のフォーメーションは基本的には 3-4-2-1、 ミシャの時のような 3-4-2-1 になります。今こちらが、おそらく来シーズン今いるメンバーで、考える時のフォーメーションですね。こんな感じなのかなと個人的思いも入ってますが、この中でまずポイント1として、ビルドアップの時に最終ラインの、サイドの選手がドリブルで運んで、相手を釣り出すことで味方をフリーにして前でギャップを作ることが結構ありましたね。あ、ポイント2。セカンドトップがビルドアップの時に降りてくることがあります。これ結構ありまして、そこからスペースを生み出してハーフスペースでうまく受けて、まあ、展開したり、あとはボランチからの縦一本でフリックするようなことがあんまなかったんですね。まあミシャの時はよくあったんですけど、結構いかにしてハーフスペースで受けるかみたいなところが意識づけされてるようなイメージがありました。ポイント3。まあ、このフォーメーションで言うと山中と関根になるのかな。ここの両ウィングが幅と深さを取り、まあ、広く展開している。この展開関根が好きなやつですね。にゃん。ポイント4。まあ、とにかく局面で数的有利を作るのがうまくて、まあ、ボールを保持しているときは、まあ、ミスマッチを生み出して相手のプレスを無効化することでパスコースをうまく生み出してる。これが本当に非常に選手たちのポジショニングが的確だからこそできてることで、まあ、チームとして非常にオーガナイズされてました。すげえ。次は守備。まず守備の時のフォーメーション、基本的には 4-4-2 になってると思います。ダゾーンとかのサイトを見ると結構 4-2-3-1のフォーメーションが主となっている感じなんですけど、結構プレスのかけ方見ると、まあ後ろ4枚でプレスかけていくんですが、まあ、4-4-2 に近いようなプレスのかけ方をしているので、守備の時は 4-4-2 って形で表現しました。あ、ポイントや1。ネガティブトランジションが早くて奪い返すまでが早い。これは攻撃時の距離が非常に良くて、まあ、ロストした時の対応まで考慮されているような配置の仕方の攻撃なので、まあ、そういったところから非常に奪い返すまでが早い。また奪い返せなかった時、まあ、早く返せなかった時でも結構敵陣深くまで早いプレスをかけていくような感じで、まあ、よく今の大月監督でもそういったシーンは見られるんですが、まあ、そこら辺は通ずるものがあるのかなというところを感じました。ポイント2。しっかり4-4-2、まあ、4-2-3-1 のブロックを敷いてから、かけるプレスは特に効果的で、まあ、しっかりパスコースを限定しながら、圧力をかけて相手のミス、まあ、単純な縦ポンまで追い込めているので、まあ、そこら辺もしっかりオーガナイズされているので、浦和もこれができたら非常にいい攻撃につながるような守備ができるんじゃないのかなという印象です。素晴らしいです。徳島攻撃の、まあ、3-4-2-1 から、まあ、守備の切り替わり 4-4-2-2 あのポジションチェンジのスピード、まあ、主にショートカウンターを受けるときですね。そういうときに3バックのまましのぐのか、まずは、まあ、4-4-2 に急いで変えていくのか、
まあ、ここが選手間でしっかり統一されてる、ここがずれちゃうとちょっと非常に怖い状況に陥るのかなっていうのが印象があります。ポイント4カルビあのボランチの2人の出来が非常に重要、まあ普通サッカーはそうなのかもしれないですけど、まあいや、まあこの徳島のサッカーは非常にそこが重要で、もう本当にチームにとって心臓のような存在。ボランチの方がそのパスコースを切るポジショニングやスペースを埋めるところのクレバーさが非常に重要で、まあその中で奪ってからの速い縦への攻撃、特にこのボランチの岩尾っていう選手の方が非常に光っていて、僕は非常に好きでした。はい、ということで、攻守において、4つずつのポイントを挙げさせていただきました。浦和レッズとして、もしロドリゲスが監督が来た時、このようなサッカーができたら非常に強いと思います。まあ、ミシャの時もそうでしたけど、時間かかる言われてながらも、非常に有能な選手たち揃ってますので、そういったところから、そんなに時間かからずになんとか浸透してくれるのではないかなと、早めな結果が期待されます。では、ここはまとめます。ロドリゲス監督のサッカーは、相手の特徴を考慮し、フォーメーションを変化させ、常に局面で数的優位を作るサッカーでした。そして5試合も徳島の試合を見ると、知らないうちに徳島を応援してるでした。イエーイ。岩尾選手と渡井選手は大好きです。でも浦和の選手はもっと好きです。せーの、バイナラー。